What's in my life vlog? イエーイ Hello guys! 皆さんこんにちは。今日は What's in my bag とこのカバンの中身の収納、どういうふうに収納してるかっていうのをご紹介をしたいと思います。ちょっとね、なんだろう、ドキドキめちゃくちゃな日本語が出てくるかと思うんですけど、申し訳ございません。で、ちょっとね、日本語は一応話せるんですけど、ちょっとね、最近あまり使ってないので、久しぶりにベラベラと日本語を喋るので、ちょっと温かく見守っていただけたらありがたいと思います。早速始めたいと思いますので、最後まで見ててください。よろしくお願いします。先にご紹介したいのはこちらのカバンです。多分ね、これみんなは知ってると思うんですよね。このカバンはショッピーズっていうアプリでご購入したカバンです。やっぱりこれのいいところは値段が安い、1350円で買いました。いろんなものを入れられるカバンじゃないとちょっとね、大変じゃないかなと思うんで、こういうカバンを買いました。いつもはバックパックを使ってるんですけど、バックパックは私と一番下のチビだけが出かけるときに使ってるんですけど、みんなと出かけてるときはこのカバンを使ってます。で、このカバンのいいところはやっぱり、はい、さっきも言ったんですけど、大きいんですよね、この大きさは。そして、2way できるんですよ。ハンドカリーとこういうふうにハンドキャリーもできて、あとショルダーとしてもこうやって沿って使えるタイプなので、私にとっては嬉しい商品です。で、そしてやっぱりもう一点はこの中身っていうか、チャックとかはないんですよ。チャックもないし、紐みたいのもないし、もうそのままこういう口元がもう本当に大きく開けられるタイプなので、こういうカバンが私大好きなので、これはとてもお気に入りです。はい、そして次は中身を順番でご紹介したいと思うので、始めます。先にこちらの透明の入り物なんですけど、こちらは、そして後ろにはこういうプラスチックが入ってます。必ず2、3枚は入れてるようにしてます。そしてこちらの大きめのビニール袋ですね、まあ、大きめのこんな感じの買い物用のビニール袋です。こういう感じでおむつを収納してます。こちらはセリアで買ったポーチなんですけど、手作りで蓋をこういう風に貼って入れてます。中はね、こんな感じになってます。まあ、中は切って、でちょっと両面テープで貼って、でこれも両面テープで貼ってます。で、このポーチの一番いいところはやっぱり全部開けられるんですよね。こんな感じです。こんな大きく開けられるんですよ。やっぱりね、ちょっとね、おむつっていうか、お尻拭きがちょっと太いと、あまりここまでしか開けれないタイプだとちょっと入れないんですよね。だからちょっとこういう全部開けれるタイプを探してたんですよ。で、やっとセリアで見つけました。で、ちょうど白クルダンだったので、これにしました。で、この中に入ってるものは、はい、さっきも言ったんですけど、お尻拭きです。こんな感じで必ずこの中にもだっけ、こういう袋とおむつ1枚入ってます。出かけてる時にトイレに行く時はカバンをね、そんな全部持ってかないで、これも持ってかないで、これだけで持ってくようにしてます。可愛いしね、やっぱり白黒だし、私もお気に入りだし、ウキウキしてお尻拭きをできるかなと思って、ウキウキしてるのは私だけかなと思うんですけど、はい、そんな感じです。で、次はこちらの小さいポーチです。こちらもダイソーで108円で買いました。いろんなものが入ってます。ちょっと早速もう開けたいと思います。はい、こちらのポーチの中身は必ず毎日持ち運びしている
ニベアのスキンケアクリームです。冬には欠かせないんですよね。夏にはねちょっとベタベタするんですけど、でも必ず手にはつけるようにしてます。やっぱりね手荒れとか結構ひどいので、あと乾燥とかもね夏でもしてるので、だから必ずニベアは持ち運びしてるようにしてます。で次はこちらのテピカジェルミニです。こんな感じです。これ結構ね持ち運びすごく便利なんです。なぜかっていうと、もうこんな小さいんですよね。この指と同じ大きさ、ほぼ同じんですよね。でこちらも必ず入ってます。まあこちらのあるものすべて毎日持ってきてるんですよね。みんなが出かけてるときに。そしてちょっとたくさん入ってるんですよ、本当にマジで。で次はちょっと出しときますね、全部。こんな感じかな。1、2、3、4、5、6っていうのはティッシュですね。ティッシュも毎日持ってきてます。でこれもティッシュもこのポーチの中に入れてます。でこちらの収納袋、このミニサイズ100均でダイソーなんですけど、確か20枚か30枚入りで108円なんですよね。で白黒ではないんですけど、まあ、ミッキーはね、ミッキーうちの一番うちのベイビーはミッキーが好きなのでこれにしました。でこちらに入ってるのはバンドエイドです。バンドエイド入ってます。これも毎日持ち歩いてこちらも毎日持ってきてます。で次は爪切りも持ってきてます。爪切りとゴムですね、念のためにゴムも持ってきてます。そしてマスクと綿棒も入ってます、コットンバッズ。 And then こちらはマスクですね。こちらのマスクは小さく折って、それで2枚入ってます。こんな感じです。こういう風にして折ってます。でこれ2枚、やっぱりね冬だけじゃなくて夏にもちょっと必要な時にやっぱり使わなければいけない時があるので、これもこちらも毎日持ってきてます。こんな感じです。はい、こちらのものを全部このポーチの中に入れてます。で次は爪切りも持ってきてます。爪切りとゴムですね、念のためにゴムを持ってきてます。そしてマスクと綿棒も入ってます、コットンバッズ。 And then こちらはマスクですね。こちらのマスクは小さく折って、それで2枚入ってます。こんな感じです。こういう風にして折ってます。でこれ2枚、やっぱりね冬だけじゃなくて夏にもちょっと必要な時にやっぱり使わなければいけない時があるので、これもこちらも毎日持ってきてます。こんな感じです。はい、こちらのものを全部このポーチの中に入れてます。そして最後に私の偏頭痛の薬です。私の偏頭痛の薬はマクサルと RPD10mg を飲んでいます。まあ、関係ないかみんな。ただちょっとねこちらにこれも一応入れてるので、やっぱりね何を入ってるのかっていうのをご紹介したいので、必ず全部この中に入ってるものをやっぱりシェアしたいと思うので、こちらもご紹介します。まあ、私偏頭痛結構ひどいので、もう偏頭痛になるともう半端ないです。もう本当にやばいです。もう倒れる時もあって、やっぱりこれを飲めばね1時間後に治る感じなので、飲まなかった場合はもう本当に大変です。もう面倒も 見れないぐらい、子供の面倒も見れないし、お料理もできないし、もう何もできない状態です。倒れたり吐いたり、あと、まあ、下痢したり、いろいろとね、そんな感じです。みんなは多分同じ経験者の人はいると思うんですよね。辛いですよね。はい、
こちらのポーチの紹介を終わりです。で次はこちらのちっちゃいポーチ、ちっちゃいではないんですけど、まあこちらのポーチなんですけど、これは多分 3,4 年前のものなんですよね。ちょっと汚れてるんですけど、これはもう捨てられません。なぜかというと使いやすい、こんな感じで簡単に開けられるんですよ。こちらの中身に入ってるものは私のパスポートと主人と私のハンコと、こちらにもさっきと同じ入れ物が入ってます。こちらはこちらが保険証ですね。保険証が入っていて、でこちらはポイントカードで、こちらは診察券、いろんな病院とか歯医者さんとかの診察券です。ここに入ってるものはすべて私の必要なものですよね。私のものです。だから毎日これは持ち運ん、まあ毎日は持ち運びしてる人はいないと思うんです。なぜかというかやっぱり大事なものじゃないですか。パスポートだったりハンコだったり保険証だったり。でも毎日やっぱり出かけてるときはやっぱり必要になるときがあるんですよね。だから必ず持ち運ぶようにしてますっていうのかな。そんな感じです。で次はこちらの黒いシャネルのこんなカバンな、こんな感じのバッグなんですけど、こちらはもともとこのブランケット、この黒いブランケット、こちらのブランケットの入れ物になっております。こちらもねだけオンラインで買いました。外国なんですけど、こちらのシャネルは本物のシャネルではありません。ただのパロディです。でこの中に入ってるものは屋外ですね。これも必ずベイビーと一緒にいるときは持ってきてます。屋外何があるのかもう本当にわからないので、ね、漏らしちゃったり何かをやったりとか、まあやっぱり屋外あった方がいいかなと思って毎日運ぶようにしてます。これ運べるように、もう何言ってるのか分かんない、どういう風に言うか分かんない、もうさっぱり何言ってるのか全く、そんな感じですみません。で中身をご紹介したいと思います。はい、で中に入ってるものはこれです。こんな感じです。こちらは白いタオルっていうか赤ちゃん用のタオルと、半袖も必ず入れてます。半袖と大きめのタオル、赤ちゃん用のタオルです。そして T シャツ1枚とズボン1枚必ず入れてます。入れるようにしてます。こんな感じです。はい、こちらの中身をそんな感じになってます。お着替え袋です。でちょっと、はい、次はこちらのちょっとなんかぐちゃぐちゃ恥ずかしいわ、ぐちゃぐちゃ、まあいいかだってね。で次はこのストレージの入れ物です。こちらも5枚入りでダイソーで108円で買いました。黒と白があります。今はねまだあるかどうかわからないんですけど、結構1年前ぐらいに買ったものなので結構くしゃくしゃです。でもまだまだここはね使えるので捨てられません。でこの中に入ってるのは見てる通りお菓子です。はい、こちらも毎日みんなが出かけてる時に必ず持ってきてます。で最後にそして最後にこちらの手帳と財布を一緒になってる商品です。商品ではないものです。こちらは15年前に自分のお母さんからもらったものです。こんな感じです。普通の手帳ですね。こんな感じ、写真を入れたり、あとノートになったりとか、メモ帳も入ってるのでいい感じですよね。これボールペンもこんな感じでここに入れてます。そして財布は大きめの財布ではないんですけど、私はこれぐらいがいいんですよね。あんまり大きい財布も使わないのでこんな感じだけでこういう風に入れてます。でカードの入れるところは6個あるんですよね。結構収納できると思います、カードとか。でコイン入れも入ってます。
はい、こんな感じです。なぜ急いでるかっていうのをちょっと電池がなくなりそうなので、はい、そんな感じです。で、カバンはもう中も何もありません。これからも日本の動画を出したいと思うので、よかったら登録をお願いします。それでカバンの中身の紹介と週のアイディアを終わりにします。ありがとう、見てくれてありがとうございました。 See you on our next video. Bye.